薄いフィルムの膜を持ち上げるとベビーリーフがびっしりと根を張っています。上下に振ったくらいでは落ちません。これはですね、土の代わりをしてるんですよ。透明ですけどね特殊な製法で作られたこのフィルムを使えば、土を使わずに農作物を育てることができるのです。実はこの膜、それはその透析膜っていうか人工腎臓の膜の原理を、人間の腎臓に使うような素材を植物に使った。フィルムには透析膜と同じナノサイズの穴が無数に開けられており、植物はこの穴からフィルムの下の溶液を取り入れます。溶液は栄養分が高いので雑菌やウイルスが繁殖しますが、小さい穴を通ることができないため、フィルムの上の植物は害を受けることなく健やかに成長できるのです。そうすると、まず病気にならないですよ。要するに農薬がいらないということは、安全性が非常に高いものです。安全で病気にならないフィルム農法の登場により、経験のない人でも新規参入が可能な、誰にでもできる農業が実現しました。土を使わないので、植物の根がどんな状態か目で見て確認することができます。フィルムの下を流れる溶液を毎日分析し、数値化することで農作物を安定して収穫できるようになりました。本当にその水の管理で成長具合が変わってくるし、根っこの張り具合も変わっていくのが目に見えるので、本当に自分でプロデュースしている感がすごくある農法ですね。土を必要としないフィルム農法は今、中東のドバイで注目を集めています。砂漠の中に作られたビニールハウスではトマトが植えられ、この特殊なフィルムがどこでもできる農業技術であることが証明されました。日本のフィルムは飲み物や調味料など液体の画期的な保存方法を生み出しました。現在、液体の保存には瓶や缶、紙パックなどの容器が使われています。しかし、これらは一旦封を切ると空気が中に入り酸化が始まります。そこで開発されたのが特殊なフィルムでできた容器です。この容器は何度でも真空状態を再現することができ、中身を使い切るまで酸化を防ぐことができます。瓶でも缶でもできなかった人間のこの歴史の中でね、このフィルムによってこれができたっていうのは本当大きいと思いますね。この容器を使ってオリーブオイルを保存してみたところ、1年間品質にほぼ変わりがなかったという結果が出ました。これによりオイルを最後まで新鮮に使い切ることができるのです。しかし、その一番のありがたさなんだと、原力、これがなきゃできこないんですよ。日本の産業ね、今後21世紀を担う大きな技術のね、集積だと思いますし、私はもうね、これはもうやっぱり日本の総合技術だと思いますね。誰でもどこでもできる農業、そして食料保存のイノベーション、日本で作られた最先端のフィルムが世界の課題を解決に導こうとしています。